エンジョイパチンコライフ。スロットスタイル、イエイ、ということでやってまいりました。今日はね、スロットスタイルの撮影ということで群馬県みどり市でございますビッグマーチキルテフに来ております。今日のスロットスタイルは5時間1410枚のルールとなっております。もう最近本当に私ね、皆さんご存知の通り勝てておりません。言い訳をすると、ヘッテンちゃんが行くでは勝ってるんですけどね、こういうね長時間の実戦動画ではなかなか最近ね華麗なる勝利を収めてないので、今日こそは絶対にね皆様にいいところを見せたいと思います。それでは行ってきます。おはようございます。取れるかな。あ、もう無理くさい。あ、取られた。ダメだ。やっぱりみんな、皆さんあれですよ、末尾Q に座ってるよね。もう化け物語しかないよね。いいかなこれで。これにしようか。よっしゃ、決めました。39番台化け物語で今日行ってみたいと思います。はい、というわけで久々のスロットスタイル、今日は5時間ですね。1500枚のルールで、ビッグマーチさん、まあ、常連さんをね見てたら皆さん末尾急に座ってたのでね、ちょっとあやかろうかなと思って頑張ります。もうね、私初めて来たのね、ビッグマーチキルーテンさん。そうだから、どこにねどの台があるかとかちょっとね分かんなかったので、もたもたしてたらもうね、そこやっぱり人気どころの末尾9番台はねちょっと取られちゃってたので、まさかの化け物語っていう、もうすごい久しぶりに打つからすごいちんぷんかんぷんなことを言ってたらごめんなさい、先に言っときます。そう、本当はね珍しくね今日朝から絆に行こうと思ったんですよ。なぜなら昨日ね絶対高設定だったであろう絆にね、すごいフラストレーションたまる負け方をしちゃって。だからね、ちょっとねリベンジと思って行ったんだけど、空いてなかったね、さすが。うん、セカトーシ、やばいよ、今日は上限1500枚なんだから、さっさと当てないと。最近ね、全然動画で買ってないんですよ、多分3ヶ月ぐらい。もう本当にね、正直結構落ち込んでて本当に勝てなくて、まあ、3ヶ月はちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ、勝ったとしても本当ちょろっととか100枚200枚とかさ、もうあとはもう派手に負けてる回が多いから、今日こそは勝ちたいです。マジで今日役が引けない。もう、おかしくない、何もなんないね。でもずっとってか、ほぼ広角に滞在しているのは確かなんだよね。ここで引かなくちゃっていうね。あ、なんか引いた。チャンス。あー、どけだよ。チャンス目。うん。
もうさっきから弾けなかった分まとまって弾けるね。わもうまんべんなく弾けてくれてればいいのに。では焼く。熱いね。アラジンだよ。即当たり。びっくり。始めるわ。わあ、これはいい気がしたない。まさかの即当たりだよ。ハッピータイム。びっくり。436ゲーム。わあ。しかもアラジンの。アラジンのプレミアだったね。あー、もうすぐ終わっちゃうよ。52枚。あ、やった。危ないね。終わり？あーもうそうだよ。あー、しまいかな。終わっちゃった。サバイ。まあいいや、とりあえずやらせなくてよかった。はじめ、あと16枚しかないよ。あぶねー。そう、滑り込みセーフ。もうあとね、少ししかないんだから。やばい、でかい。ああ、終わっちゃった。まあ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 。ああ、よかった。とりあえず100枚目で生き延びたね。もうこの私が書き枚数の180枚それをね、超えたことがもうすごいよって思う。あ、終わっちゃった。超踏ん張ってたのに。324枚。ここでね、霊薬引けばいいだけだから。残念。あ、いきなり。ちょっと待ってよ、あと1ゲーム早く引いてくれれば。もう、あれ。待って、忙しすぎてさ。展開が早いよね。もうどっちが良かったんだろうね、もうね。いや、でも検索してくれた方が良かったよ。よし、はい、よし、いいね。よし、
出戻り。いや私らしくないな。ダメなの？あ、ダメだったのかさっきの。あ、終わった。惜しかった。駆け抜けだった。駆け抜けたけど、なんとか出戻ったから増えたね。無理やりだったけど。だね、終わっちゃった。わ。回っちゃうのかと思った。そのまま台ね、なんだかんだ一番最初の出た時もアラジンのお月様だったし、今アラジンの音鳴るしアラジン台だね。私ね、この間どっかの動画でも言ったと思うんですけど、こうやってね目押しをしてる時に最後にいつもだったら「せい」って言うんだけど、そのね「せい」を今日ね禁止してるの、言わないように。まあ、今日というかもう最近ずっとそうなんですけど、ちょっとね耳障りなことに気づいて今性禁止、今性禁止中なんです。わーお願い揃って、揃え、あと3枚。踏ん張ったんだけどな、最後。終了、また駆け抜けちゃった。いい線は行ってるんだけどね、伸びないですね。文字が出しゃばってくれた。あ、おしめんだ。今のとこ全部入ってるからね。そろせばいいね。
しよしよしよし、あー赤まで行った。これは熱いね。あ、そっ、目を開けて、目をそっ。さあどうかね、頼むよ。さて、パンサップないのか。からの、あー残念、さあどうしよう。すごい何とも言えないですよね、これっていうあれがないの。悪くはなさそうなんですけど、だよね。できたらもう天井まで行ってほしいから、もう入んなくていい、マジで。来なくていいから。もう大丈夫だって、ここまで散々外してるんだから、もしここで入っても大丈夫なはず。今まで一回もループしなかったくせに何なの。ね、当たるな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 、大丈夫だ、これこれで発動してくれんだ天井。うわー、どうなんのこれ、どうなんの。今キュキュキュなんだけど、大サービスだな。当たるじゃん。これはどうなんですかね。サービス当たったことになっちゃうの？何ね、ゲーム。これでバイバイが入んなかったら戦場じゃなかったってことだもんね。もう最悪、はあ、駆け抜けた、ゴミだよ、156枚なんて、もう。いやもう言葉も出ないね。あ、降格スタートだったよ。
普通に、滑り3つ目から直当たりしました。びっくり。もうここからいっぱい出てくれれば私は文句言わない。やっとだよ。あ、見失った。あったあったあった。ずっと4倍。よし、よし、地味に頑張ってるよ。あー、わかった。あんやった。ありがたい。終わったかな。何枚何枚。でかい。296枚。いや、さっきまで本当つらかったけど、当たっているとなんか、あ、楽しいって思えるところがもう罠だよね、この台のファン。終わった。540枚伸びないな。だね。終わってしまった。はい、というわけで残念ながら。全て飲まれてしまいましたので、これで実践終了します。申し訳ございませんでした。はい、それでは店内の様子を見ていきたいと思います。ただいま夕方ぐらいなんですけど、そう、パチンココーナーね、手貸しも結構ね、1パチコーナーたくさん台数あるんですけど、寝台の方もしっかり入ってるっていう感じですね。でもちろんガロかな、ガロもすごいね、装飾がねすごいかっこいい感じになっててね、手貸しも4パチも楽しめるっていう感じですね。あー、まだわかんないね。そう、朝私が気になってたバジリスクだね、これ。まあでもこのあのビッグマーチのこの札が刺さってるのは、その札1個につき1箱出てたよっていうことだから、ね、やっぱりもう皆さんあれだね、すぐやめていっぱい出たら流したって感じね。何回か打ち手の方がもう変わってるね。このマジ2なんかも今日2500枚ぐらい出たんだね。3箱もう打たれてないけどね。オス番長2が出てるね。297番台一撃だ。あとはリング、なぜかリングが出ている。そしてこっちがハーですか。まあ相変わらず幅利かしてんね。で、増大したんだよね、ハーデスのコーナー。そうで、今もうみんな出したらやめちゃってるって感じですね。
けどきか、うん、このおけどきも3箱で、こっちもおけどきが、あ、おけどきすごいね。そっか、おけどきでもよかったか、別にね、今日僕とタモのコーナーだね。肩が結構こう使ってる感じするね。はい、というわけで以上マーシャの店内報告でした。はい、実際終了です。もう今日も勝てなかったよというわけで今日のスロットスタイルと5時間ですね。1410枚のルールだったんですけども、全部使い切ってしまった挙句、最後ちょろっと出たコインも全て飲まれて終了してしまいました。もうね、あんだけ怪獣の儀入って多分9スルーかな、全部で9回入って9スルーして、最後あんだけね9回もスルーして入らなかったくせに天井間際のやつで当たるっていうね、天井あるあるですよね最後ね。もうね、やってしまったって思いました。まあ、悔しかったんですけど、まあ、でもね、あんだけ、ね、チャンスゾーンに入ってたから、まあ、あんだけハマったけど、なんだろう、気分はそんなにあれかな、多分いい台打ててたんだなっていうのがあったんで、ね、悔いはないです。はい、そんな感じかな。今日は負けちゃったんですけど、もう最近本当に、ね、私勝ててないんですよ動画でね。だから次回こそは絶対に勝っていいところを見せたいと思います。今日はすいませんでした。はい、というわけで本日お邪魔しましたビッグマンシー桐生店さん、なんと常日頃新装オープン結構ね行っているそうで、今日なんかもね新台入ってた日だったんですけども、まあね、新旧楽しいね台なんかが目白押しですので、今後ともねぜひビッグマンチキルテンさん皆様よろしくお願いします。そしてお近くにお住まいの方ぜひ遊びに来てくださいっていう感じかなね。私はね今日ねちょっと本当になんだろう、あんだけ挙動がねまあまあ良かったから、悔しい思いでいっぱいなので、次回はねリベンジという形でまたお邪魔させていただけたらなと思います。それではマーソンのスロットスタイル負けてしまったんですけど、次回は頑張ります。お疲れ様でした。またね